日経 BP 社が集計した去年10月から今年9月までのヒット商品ベスト30が今日発表されました。1位に輝いたのは今や多くの人が手にするあの商品でした。第1位はスマートフォンということになりました。売れ行きや影響力で日経 BP 社が毎年選ぶ2011年のヒット商品ランキングが今日発表され、1位にスマートフォンが選ばれました。スマートフォンは今年の出荷台数が前年の2倍以上、2000万台に上っています。ワンセグ、そして赤外線通信、お財布っていう、この3つの機能が入ったことによって、今までまあちょっとためらってた人も一気にそこに入ってきた、生活スタイルを変えていくというような、そういう勢いを持った年でしたね。そして来年のヒット予測で1位になったキーワードは、スカイツリー下町観光。来年の5月に開業を控え、多くの来客が予想される東京スカイツリーに注目が集まった予想となりました。周辺が含めて、手を取り合って、ね、連携し合って盛り上げていこうといういろんな仕掛けを施すんですね。下町という点だったものが面になって広がっていく、日本全体を盛り上げる復興からね、頑張っていこうという、そのシンボル的な要素にもなるというふうな意味合いが含まれていると思います。今年は震災の影響からか節電機能がついた扇風機が3位に入るなど、堅実な商品が目立ったランキングとなりました。